こんにちは、岩井戸聖子です。今回のビデオはものすごく久しぶりにコメント読みますの回をやりたいと思います。よろしくお願いします。はい、あ、その前にですね、結婚式の準備の Q&A を募集した時に、コミュニティでも募集させていただいたんですけど、そこで素敵なご提案をいただいたので、ちょっとそっちのコメントから読みたいと思います。聖子さんに提案なのですが、このコミュニティを利用して、視聴者の方に質問をしてくれませんか。聞いてほしい一つが、いつ、私聖子さんを認識したのか。これなら聖子さんがへーって楽しむだけで返信の必要がありません。こんな感じなら気楽に私たちファンとコミュニケーションも取れると思います。他のファンの方々が何を見て私を、聖子さんを好きになったのか知りたいです、ということでメッセージをいただきました。ありがとうございます。ということでですね、皆さん、コミュニティというところがあるのをご存知でしょうか。 YouTube のですね、どこって言えばいいのかな、携帯だとどういうふうに見るんだろう私がちょっと把握してないというか、今このビデオは、今回は携帯電話スマートフォンのカメラで撮っているので、ちょっと今確認することができないんですけれども、動画と、ショート、再生リストとかいろいろあると思います。その並びにコミュニティという昔で言う掲示板、昔で言っても分かんないか、なんかコメント欄みたいなところがあってですね、そこに、あ、コメント欄って言ったらあれか、私が投稿できる日記、ブログみたいなところがあるんですよ。うまく説明できないんですけど、コミュニティというところがあってですね、そこに質問をじゃあさせていただきますね。で、皆さんがいつ何かをきっかけで私を知ってくださったと思うんですけれども、それが何かということですね。それをなんか皆さんでお話ししたいということでメッセージをいただいたので、で、私がコミュニティに何ですかね、コミュニティにで聞きたいと思います。ちょっと何かしらの形で、投稿したいと思いますので、もしよければ そちらの方にもメッセージをお寄せいただければと思います。はい、掲示板のように利用していただければと思いますので、そちらもよろしくお願いします。はい、ということで、コメント読むようやっていきたいと思います。はい、ファーストピアス1年間の記録のビデオにメッセージをいただきました。ありがとうございます。ピアスを開けるのにここまでちゃんと理由があるのか、めちゃくちゃ聖子さんらしいなと思いました。私は高校生の時に教室でお友達に開けてもらって、気づいたら増えていったくらい適当な理由なので、ということで、すごい、おいくつ今空いてらっしゃるんでしょうか。私は増やす予定はないです。なんかそのこっちだけもう一つあるとかっていうのも素敵だなって思うんですけど、増やす予定はないです。私のお友達にも高校生かちょっとわかんないですけど、多分高校生ですよね。中学生ってことはないんですけど、その教室で開けてもらったっていう子がいますその子と一緒に、去年一緒にピアスを買いに行って、それを教えてくれたんですけど、なんか友達がなんかこう冷やしてこうピッて開けてくれたとか言って、怖すぎるって話をしたんですけど、ピアスを開けるのにここまで理由があるのが、そうですかね、本当そうかな。なんか私年上の
親戚のお姉ちゃんがいて、一回り離れてるお姉ちゃんがいて、その自分が子供の頃にそのお姉ちゃんが初めてピアスを開ける時っていうのを見てるんですよ。その親戚のおじさんがね、そのお姉ちゃんに開ける開けるって言って、全然開けられなくって、でも開けたいって言って、まだ言ってんのかみたいな感じで、よし開けてやるよって言って、その、ピアスあるじゃないですか、それでこうバチンってやってる、その現場に立ち会ってたっていうか、その同じ空間でみんなで祖父母のお家に集まってる時にそれをしてたのを見て、わーって思った経験があるので、そう、その音とかそのお姉ちゃんのリアクション、わーって言ってるリアクションが残ってて、なんかすごい怖いなって、痛いんだろうなってすごい思ってたので、なんか興味なかったんですよ。まあ子供だし、なぜそのここに飾りをつけるのにその穴を開けるんだろうっていうことを思ってたから、そうですね、そのせいかもしれないです。はい、メッセージありがとうございます。で、長文でいただいてたメッセージで途中から読ませていただきます。ありがとうございます。そして、痛みには強いけどさすがに初めてピアスを外すときは恐ろしい。ちっちゃい女の子たちも自分で外せてたのに病院行きたいと緊張してしまう岩井戸さんが、いつもの落ち着いてるお姿と違って不安そうで初々しくてと言って書いてくださってありがとうございます。取れた取れたやったよとなる一連の流れがめちゃめちゃちっちゃな子供みたいで可愛らしかったです。これメッセージいただいて、あれ私そんなこと言ってたかなと思って、もう一回こう見て自分のビデオを見てみたら言ってましたね。すごいなんかこうテンションがすごいわーってなっちゃって、独り言がこう増えてて焦ってて、ああいう感じになると私早口になるんだと思って面白かったです。ありがとうございます。ちょっと猫ちゃんがちょっとストップします。よいしょ、すみません、失礼しました。ちょっと猫ちゃんが、はい、結婚式の準備の Q&A 何かありますかというビデオに、対していただいたコメントです。ぜひ聖子さんのご経験がどなたかの輝きにつながりますようにという素敵なメッセージをいただきました。ありがとうございます。うん、私も本当にね、ちょっとでも役に立てたらというか、何か参考になればなって思いました。そうなったらいいな。それで多かったのがですね、なんかそのお相手の人に関する質問で、私は遠い日に結婚済みなので主に聖子さんを射止めた幸せな旦那さんについて聞きたい汗ということで、幸せかどうかはまああれですけれども、ちょっと待ってください。幸せかどうかは本人にしか分からないですけど、何か私がここで話すっていうよりも、いつかまあ機会があったら出てくるかもしれないです。はい、ウェディングのビデオに関しては本当に皆様からたくさん祝福のお祝いの言葉をいただいたのでありがとうございました。これは読むっていうよりも皆様に本当に感謝申し上げます。はい、そしてキャットタワー組み立てますのビデオより、立派なタワーが完成しましたね、定期的にボルトを締めてあげると長持ちしますよということで、そうですよね、そうします。前回使ってたやつはそういうタイプじゃなかったんですよ。なんかもう一回組み立ててしまったらそういう風にできない仕組みになってたので、今使ってる新しいやつはそれができるので、しっかりそれをやって長持ちさせたいと思います。聖子さん、猫先生、こんばんは。私が何ですか、作家大先生と編集者っていう設定でコントをやったから、猫先生こんばんは。途中でフーフーフー
と呼ばれているので、猫さんは風先生ですか、作業お疲れ様です、先生に少し早めのサンタさんが来ましたねって、ありがとうございます面白い、たまにやるんですよあの遊び。なんかそういう全然こうスランプに陥って、全然あの一文字も書けないあの先生っていう設定で話しかけるとめちゃくちゃ面白くて、あの私がすごい面白くて、なんか先生今日もまだ一文字も書いてないじゃないですかとか言っていて、その毛づくろいとかしてる時に話しかけるのがすごい好きでやっています猫さんは風先生ですかっていうふうにあったんですけど、はいそうです、登録してる全てのフルネームはちょっとこのご時世何があるかわからないのであの発表できないんですけど、まあ興味ないですよねなんですけど、フランソワって言います、男の子です、フランソワなので、フランソワのあのフランソワってことで、あの主にフーちゃんとか、まあフランソワ なんかちょっとこうあダメなことしてるって時はピシッフランソワって言うんですけど、まあ、フーちゃんとかフーシャンとかフーマルとか言って呼んでますどんどんこう変化していくタイプです、はい、あとフッチンとかね、はい、フランソワって言います、よろしくお願いします。でこれそう、これそうなんですよ、聖子さんこんばんは、こんばんは、私も今日車の折れたボルトをドリルでさらってタップを立て直す作業に勤しんでいたのでとても共感して拝見しました。だってさらうって言うんですね。でそれで猫ちゃんにママと言ってるのが微笑ましくも悩ましかった一番でございましたということで、あれママとは言ってないです、私あのなんかこう一緒に暮らしている友達と思ってるので、あのママとは言ってないです、あれまだって言ってるんですね、私のあれがそのなんだっけこれなんだっけこれ滑舌が悪くて失礼しました、はいよろしくお願いします。そして次は余談多め、バッグとバッグの中身紹介、ポーチと来年の手帳もねのビデオです。今回も動画投稿ありがとうございます、こちらこそありがとうございます、長めの動画でちょっと得した気分です、次回も楽しみにしていますということで、本当ですか、なんか長いと見づらいよなと思いつつ、ちょっとどうしてもその短くキュッとあの話がまとまらないときはどうしても長くなってしまうときがあるんですけど、申し訳ない気持ちでいっぱいですが、ちょっと得した気分ですと言っていただけてすごく嬉しいです、あの何言ってんのっていうときはあの倍速で見てくださいで、アクセサリーポーチデザインが良くて使い勝手も良さそうで私も探してみようかなと思いましたとか、アクセサリーケース可愛い、私も欲しくなりましたっていうメッセージもいただいていて、本当に便利です、なのであの見つけたら手に取ってみてください。結構本当にあのいろんなところで見かけるアネモネっていう雑貨屋さんなので、お近くのところにもあると思います。トークテーマ、職業病なんてものはございますかのビデオ、聖子さんの優しくて温かい声に癒されました。本当ですか、もういつも本当自分であの編集するときにもう何言ってんだろうって思うんですけれど、何でしょうかね、緊張するんですよ未だに、もうって感じです。私のマンション近くで金木犀の香る場所を覚えてきました今日この頃10月ありましたってくらい1ヶ月が早く過ぎた感覚です、わかります。なんか私の場合は早く過ぎたっていうよりも、去年って本当夏長すぎましたよね、だからなんかあれ秋どこっていう感じだったかなって思います。そして私も考えてみたのですが、唯一職業病とただの癖と呼べるものかなということで、あのそういう癖を送っていただきました。座る時に片足だけ前に出しちゃう、
座る時に片足だけ前に出しちゃう。なんかこれあのフライトアテンダントの方かなとか思っちゃいましたけど、でもお花屋さんを見るとついつい足がそちらに向かい値段を確認しちゃう。あ、吹奏楽部だったのでって書いてあった演奏するときそうやって力を入れるためにかな。6年間切り花の輸入会社に勤めていた頃、本当に素敵、お花のお仕事なんて。今はでも違うお仕事っていうことですね。今回もほっこりした癒しの時間をありがとうございました。聖子さん今日も大好き、ありがとうございます。チューリップの絵文字もありがとうございます。Q&A インスタグラムにていただいた質問に答えますのビデオです。質問答えていただいて嬉しかったです。お洋服もいつもシンプル美しい雰囲気ですが、今日の動画は華やかで美しくて素敵です。いっぱい褒められた。岩井さんの首と鎖骨が綺麗すぎてスキンケア欲が高まりました。ありがとうございます。私鎖骨、そうです、結構骨っぽい感じで、なんか男性的な鎖骨なんですよ。ピーって横になってて、で肩のとこポコってこう骨が出てて、そこはね、あの自分でも気に入っている数少ないところです。はい、なんかこれ言うと笑われるんですけどね、なんか男性っぽいでしょ、かっこいいでしょって言うと笑われます。でも気に入ってます。Q&A 動画の他にももぐもぐ食べている動画も好きなので密かに楽しみにしております。本当ですか。なんかこう一人なので、なんか声の人とかいないので、もぐもぐっていうか、あの食事しながらのビデオってまあね、難しいっていうのと、今食べる必要あるって思われる方もいらっしゃるかなと思って、あのたまにね、本当に見てください、こんな美味しそうなの私持ってますよっていう時以外は撮ってないんですけど、うん、でも確かに私も人様が食べてるビデオっていうの好きなんですよ。普通になんかランチしますとか、あのウーバーしたので食べながら最近のこと話しますみたいなのを見ながら自分も食事を取るのが好きなんで、なんかこういう風に言っていただけて嬉しいですね。なんかあのなんていうの、その私もまあちょっと多めにそういうビデオがあってもいいのかなっていう風に思いました。ありがとうございます。大人になるとお蕎麦の美味しさを感じるようになりました。美味しいお店を見つけるのが一つの趣味です。おすすめですよということでメッセージありがとうございます。わかります、お蕎麦美味しいですよね。お蕎麦大好き、本当。あのなんだろう、最初何もつけないでお蕎麦食べたり、お塩でお蕎麦食べたり、わさびで食べたり、なんかいろいろしてます。全然詳しくないんですけどね、なんかお蕎麦食べてるっていうのが嬉しくて、はい。あら、お姫様に見えますよですってそんなことないですありがとうございます。最近の出来事や映画、お買い物のお話のところで、バービーのグッズを我慢するとは聖子さん大人ですねそう思います。昔なら多分買っちゃってた。毎回思うのですが、動画の編集がおしゃれですね。毎回楽しみです。あと久々デパートという単語を聞きました。編集ね、もっと頑張りたいと思います。もっとなんか勉強してというか、もうちょっとそうこういう風にっていうのはあるんですけど、なかなかちょっとまあいっかみたいな感じになってて申し訳ないです。最初の頃のビデオと比べると全然違うと思います。すみません。そう、あと久々デパートという単語を聞きました。確かにデパートっていうとね、これもね笑われます。言わないんですか、デパートって。なんていうの、伊勢丹とか大丸とかそういうことですかね。でもデパートですよねそうそう、笑われます。これで、これ画面ちっちゃい笑いって書いてあって申し訳ないです。確かにそうですよね。でもこれはあの何ですか、何ですかね、あのラジオっぽい感じ
の風に最初はしようかなって思ってたんですよ。たまにあのボイスっていうラジオっぽい感じやるじゃないですか。でもまあせっかく撮ったしと思って、ついでにこう映像乗っけようと思ったらちっちゃいって書かれた。確かに。ということで今回のコメント読むよのビデオはこれにて終了したいと思います。毎回言ってるんですけど、皆さん本当にいつも明るくて楽しくて優しいメッセージ、私がこうハッピーになるようなメッセージをたくさんありがとうございます。本当に励みになっております。はい。で冒頭でもお話ししたんですけれども、あのコミュニティのところに、あの何をきっかけで私を知っていただけましたかというような質問をさせていただきますので、もしよかったらそちらの方にも遊びに来てください。よろしくお願いします。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。また、次回のビデオでお会いする時までどうかお元気でいてください。岩井戸聖子でした。ありがとうございます。バイバーイ。